はい、どうも魚でございます。匠クラフトやっていきましょう。前回ですね、ついにあの王将をね、あの岩盤付近で倒すことができたんですけど、その後にね調子乗って、装備を全ロスするっていうね、万全のね対策をしていかないと負けますとそう、命からがら持ってきたね装備ですよ。まあ今回はね、あの最終回なんですけど、一応ね一人でやる、まあそのうちね、また汚いシリーズが始まりますんで、汚いシリーズがね続きが見たい方はね、そちらを楽しみにしていただいて、今回ですね、前回なんとかゲットできたこれをね使って、匠の世界に入ってみて、ちょっとその後にね、あのおまけということでね、前回ね、僕のミスで消えてしまったオファレンの装備を、まあ申し訳ないんですけどクリエイティブで出して、また王将とガチンコ勝負してみるっていうのをね、やってみようと思います。なんでまずは、ゲートを作っていく必要があると、匠の世界っていうのがあるんですね。匠ワールド、この匠クラフト独自の、やつですね。この匠ポータルフレーム、これを使うんだ。これを使ってゲート、ネザーゲートみたいにやればいいんだよね。でこれを作るためにエメラルドをたくさん手に入れないとなと思って、育てていたこの小麦なんですけど、結局ね、芸術匠がいれば、まあなんてことはない、価値は鼻くそやということでね、結局この小麦がね食料になったわけなんですけど、ここでゲートを作りましょうかね。丸石もあるな。丸石でこんな感じでいきますか。マジで初体験、匠の世界について全然調べてないからどんな感じか。ただなんか匠のキーとかはさ、変化の匠とかで出てくるから、あとあれか、あれ匠の石、匠石ねえ、大爆系のやつ出てくるからね、あんなやつで構成されてる世界なんだろうなっていうね、ああいうので構成されてる世界なんだろうなっていうのはなんとなくわかるんだけども、ね、他がどうなってるかだよね本当に。多分ね、僕の予想ではなんだろう、ちょっとその普通のね匠クラフトの世界もそうなんだけど、なんだろう、レベルがね、レベルっていうかそのバランスが調整されてて、なんだろう、再挑戦しやすいようになんかレベルが溜まりやすくなってたりとかするのかなみたいなねことを思ってたりするんですけど、でこっから、ここに火をつける火打ち石と内金の匠クラフトバージョンを作らないといけないと。だからどれだ、これか、エメラルド3つと火打ち石と王将の証でできる、匠ポータルキットですね。よし、それでは匠ポータルキット作っていきましょう。なんで、こうやってこうやってこうするわけか。普通の火打ち石と内金とも結構違うよねこの作り方はね。あ、普通のやつはこれとこれだけでしょ。ねえ、見た目的にはね、色が変わってなんか延茶効果がついてるような感じですね。じゃあ行ってみましょうか、匠の世界で。この王将の証はね、なんか他防具を作ったりとかできるんで、王将をこうなんか再挑戦してもいいのかな。まだこれをなんか落とす敵がいるのかわかんないけど、まあ多分王将の証って名前だから王将だけなんかな、どうなんだろうね。オファレン系の最上位に白コアで囲ってあげてもね、これがなんかできるそうなんですよ。で結局オファレンよりこっちの方が強いっていうコメントがあったんで、どうなんだろうね。まあオファレンは、まあ、王将に勝てない時用にゴリゴリになんか鍛えられる最強、人類最強の装備っていう感じでいいのかな、考え的にはね。まあ後で試してみましょう。じゃあこれで、人間戻ってね、一応ね、ダイヤ装備だけ作りました。ダイヤモンド余ってるんでね、行くぞ。ほっ、お、来た、めっちゃ緑色やん、いいね。さてそれでは、なんかこれが気になるの取っといて、なんか今気になっちゃった、今取る必要あったかな、ないな行くぞさてそれでは、匠の世界に行ってみようと思います。行くぞ。お、早い、いいね。あのさ、ネザーに入る時のさ、あのグワン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 っていうさ、時間長いよね。お、ありがとう。お、何これ、何なんぞ、暗いんだ、暗いんだ、ちょっと待って、興奮して声高くなっちゃうよ。何ブンブンなんか回してるよ。あ、何これ、メサ的な感じ、やばい、ちょっとあんま見ないよ、こうあんまりね、あの村だけにしとこう、あの村だけに。なんだなんだなんだ、こいつは何、こいつは何、
これ狼匠だ。おお待って、あれ普通の狼だった？ん、普通の狼だったよ。なんか何あれ、剣持ってきてねえ俺、バカや。待って倒しちゃおう。よいしょよいしょ、いいね。魔球杖、魔球、これなんだ、匠鉄鋼、何これ。え、今地雷除去か、地雷除去、匠鉄鋼なんだろうね。鉄が取れる、鉄が出んのかな。あ、鉄めっちゃ出るやん。なになに、なになにこいつ、おお、なんだった今。あ、一応あれ爆発すんだ。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、お、ダイヤめっちゃ出るやん。おお、やっぱそうだ、あの経験値がいっぱい出るように、なんだろう、この戦いに復帰しやすいというか。こいつ何、匠魚、匠何、匠なんだった。あれ厄介だねこれ、鉱石類がさ爆破されちゃうわ。やべやべやべ、あ、え、あ、ふた、あ、お、お、普通の村人いるじゃん。なるほどね、交易もここでできるということか。何これ、放出松明、あ、大木系の松明か。わ、すげえ面白い。え、何何何、何があった。あ、あ、あ、匠前、なんかこれなんかおにぎりが作れるんでしょ。何があった、ここ、何があった、何があった。やばい、ちょっとこれ以上もうやめとこう。ちょっと来たる、来たる新シリーズ、汚いシリーズのために取っとこう。だってさあ、最後おにぎり食って帰るかな。え、これ面白いね、なんかさ新しい村。え、すごいな、完全にこう匠に染まった村が。そこには、あ、またなんかやられてるよ。ちょ、戻ろう。戻ってくるの一瞬でいいわこれ。ま、マルチになるとどうなるかわかんないけど、ソロなら十分軽いね。いいですね。さて、じゃあ匠舞でこうか。あ、できた、おにぎり。海苔どうなってんだ、海苔。うん、でこれがどうなんだろう。おお、めっちゃ回復するやん、空腹。いいね、匠の世界はだいぶなんか戦いやすい感じになってるのかな。はい、というわけでね、オファレンのね最上位のやつでやってみようと思います。オファレンの万能ヘルメット、万能チェストプレート、万能レギンス、万能ブーツに、剣は多分最上位がグレード3なんかなぽいので、グレード3でいきます。で、この状態でガチンコの、王将との勝負をしていくと。あ、移動めっちゃ早い、何これ、ジャンプ力も早いじゃん。頑張れば、ハイパー頑張れば、この装備がね、あの匠の世界に行かずとも作ることができるんで。なんでね、王将を倒せない人でもこのオファレンモッドが入っていれば倒せんじゃないか説をね、実証したいなと思います。僕みたいにね、あの戦いがめっちゃ下手なやつでもね、こんだけありゃ勝てるっしょっていうことでね、行きましょうか。でもこれいいな、これ普通にいいぞこの装備、めっちゃ早いやんねえ。お、なんかいろいろついてんじゃん、再生能力ついてるよ、水中呼吸も。これで負けたらやばいよね、逆にどんだけ下手なんだっていうね。金リンゴも一応持ってるし、行くぞ。お、来た。え、これいけんじゃない。え、え、待って、え、え、え、さあ、じゃあもう一回行きましょうか。もう一回ね、あんな一瞬で死んだらダメですよ。落下ダメージ死ぬのはね、もう絶対みたいなんで、オファレンの装備であってもね。なんで、この盾をしっかり使っていこう、盾をね。そんな感じで行きますよ。じゃあこうして、なんかめっちゃ効果の取れないな、これな。行くぞ。ほっ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 、盾、盾使ってもこれか。戦う場所をちゃんと作ろう。そんな感じやね。まあ防具とかもそういうの関係ないことが今分かりました。あとですね、そうそうそう、これだ、オファレンレーザーピストル、これをね試したかったんだけど、試す機会がなかったんで試していこうと思います。なんか弾がね4種類あるそうで、オファレン鉱石をなんか弾で使えるのかな。これが赤の弾、これは多分普通の拡散系のやつ
匠式魔球と同じ感じかな。あ、いたいたいた、いいね。羊とかに打つとこんな感じ。あ、威力結構高いのかな。拡散してるやつがかすっても死ぬ感じだね。さて、じゃあこれが青色。青色はなんか一発ピュンって出るんだ。一発。おお、倒せるね。おお、単発式の感じなんかな。威力はこっちの方がなんか高そうなイメージあるけどね。どうなんだろうね。ほっ、おお、複数ヒットもすんのかな。これ面白いね。なんか遠くからなんかを撃つのはまあ楽しいわ。じゃあ次に黄色かな。黄色は？ん？爆発してる？え、すげえ。え、すげえじゃん。あ、爆発するけどなんか地形に影響与えない？黄色ってか多分これ緑だね。緑色。あ、すげえ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 。で最後に白色。白は？うお！あ、すげえ。白はすごいな。拡散しつつ爆発する感じだ。え、すごいじゃんこれ。すげえ。あ、え、自分クラマン。めっちゃいいじゃんこれ。囲まれた時にさ、こうやって下に打っちゃう、最強やんねえ。こうやってねえ。やばくない？まあ、オファレンを消費するんでね、だいぶ弾は消費激しいと思うけどさ。うん、はい。それではですね、一人でやる匠クラフトここで終了でございます。ご視聴ありがとうございました。これより先はですね、そのうちやるであろう新しいシリーズでね、触れていこうと思いますんで、もしよろしければまたその時は、よろしくお願いします。というわけでね、匠クラフトとオファレンモッド、組み合わせ的にはかなりいいと思います。オファレン鉱石がね、手に入りにくいんですけどね、芸術匠を見つけてしまえば、オファレンもね、簡単に手に入るようになるんでいいと思います。そしてなんかね、オファレンのなんか白鉱石は、オファレンの白鉱石が生成されるなんか珍しいバイオームがあるそうなんで、うん、鉱脈みたいな感じがあるらしいんでね、まあそれを見つけてしまえばね、白も手に入るようになるそうなんでね、うん、オファレンとこの匠クラフトの組み合わせとてもいいと思いました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また会おう。バイバイ。